おはようございます。こんばんは。はとくまです。今回なんですけれども、皆さんにお話ししたいことが2つありまして、1つ目は、コメント返信なんですが、僕のオープニング動画に、まあ、左上ぐらいにですね、ふーって声とともに、こうやって動いてる人面像みたいなのがいるんですよ。人面像の顔は、はとくまさんの顔ですかっていうコメントがたまに来るんですよね。何をもってそう思ったのか。僕の顔見てください。こう真っ白じゃないですか。あれは僕です。面白いなって、受けるなって思って使いました。受けませんでした。知ってるんです、僕も。ああいうのは受けないって。受けるって思ってた。ということで、今日の本題に入りたいというふうに思います。本日はですね、皆さんにちょっとお聞きしたい。カゼイン、プロテイン。で、こちらの美味しい飲み方を知ってる方いたら、ぜひ、教えてください。皆さんプロテイン飲んでますか？美味しく飲めない、全然。で、僕は普段ですね、こちら、まあ、同じメーカー、これ、オプチマムニュートリションっていうね、ON って書いてある。こちらのメーカーのプロテインを今飲んでます。で、まあ、もうすぐ新しいプロテインとかサプリ届くんで、それをまた紹介したいなと思うんですが、寝る前に今、このカゼインプロテインっていうのを飲んでるんですよ。で、これの違い何かっていうと、吸収率が違うらしくて、全然関係ないんですけど、ここね、ちょっと凹んでるじゃないですか。これは僕が減量中にイライラして、あって殴ったわけじゃないんです。ねねちゃんのママじゃないんです。こちらのカゼインプロテインの、まあ、良さはだからその吸収が遅いから寝る前に飲むっていいよっていうことじゃないですか。ただこの、悪さがすごい目立つの、この子。すごい悪いとこばっか目立つんですよ。根は優しいのに。ヤンキーみたいな存在なんですけど、このカゼインくんは。このホエプロテインはすごい優等生みたいな存在で、まあ、溶けやすいし、まあ、味はもちろん美味しいし、こいつはね、本当に溶けにくい。もうドロドロしてる。ドロ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 してる。不倫関係みたいな存在なんですけど、僕って結構プロテイン飲むとき水が少ないんですね。で、一気飲みが僕は、基本なんですよ。プロテインは一気飲みっていう謎のね、体育会系が嫌いなのに、体育会系みたいな文化を持ってるんですけど、こいつでやると、そもそも溶けない。こいつを、このホエプロテインと同じ 1.5 杯分飲むんですけど、それをちゃんと溶かすには、水がね、700、800ml ぐらいいるんですよ。で、プロテイン一気の文化を僕持ってるじゃないですか。800ml を一気するのがね、すごいしんどくて、たまにこの辺がすごい痛くなるんですよ。まあ、一気飲みやめろよって話なんですけど、こいつの美味しい飲み方ね、飲んでる方もしいらしたら、ちょっと教えてほしいです。その水の配分だったりとか、そもそも、カゼインプロテイン 1.5 杯一気に飲むのが良くないのか、美味しく飲みたい。言ったら、寝る前最後の食事なんですよ。このカゼインプロテインが。それがすごいね、美味しくなくて、しかも胃が痛くなるって最悪じゃないですか。減量でただでさえお腹減って、もう、フラ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 って、まあ、そんなフラフラはしてないんですけど、まあ、フラ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 ってしてる中で、あ、最後のご飯、最後のご飯、プロテインだ。やだってなったらもう最悪じゃないですか。だからなるべく美味しく飲みたいんです、僕は。コメント欄、もしくはインスタグラム、もしくはツイッターの DM、もしくは僕のメールアドレス載ってるんで、そちらにね、教えてください。っていう動画です。寝る前とかだったらこういうのがいいよとか、寝る前でも固形の方がいいよとか、そういうのがあったら、そういうこともね、ぜひ教えてほしいです。よろしくお願いいたします。ということで今日はこの辺で終わります。ぜひチャンネル登録してください。また明日の8時にお会いいたしましょう。では、バイチャー。